ソル様、そちらは。ねえな、もう少し詳しく調べてくれ。ここの気温を教えてやる。それからもう一回そのセリフを吐いてみろ。お前の傍観方針は私のせいではないぞ。やはりエルフェルトの信号は消されてるんじゃねえのか。その結論は考えたくないな。奴の行動範囲は調べ尽くしたが、生体訪問は見つからねえ。まさか手作業で消して回ってるとでも。そうであってほしいな。もし敵が信号を隠す手段を持っているとしたらお手上げだ。おいインコ野郎、こんな神頼みまがいは時間の無駄だ。慈悲なき刑事がどんな手を使うか知らねえが、エルフェルトがジャスティスと融合すれば全部おじゃんなんだぞ。おやじ、そんな言い方はないだろ。パラダイムのおっさんだって頑張ってんだからさ。いいんだ、フレデリックに比べれば私は大したことはしていない。おっさんだって寝てないじゃん。それこそ皆同じだ。慈悲なき刑事が近々仕掛けてくることは疑いようがないのだからな。しかしフレデリックは体の異変にも耐えている。それに本来なら今すぐにでもギアメーカーの元に向かいたいはずだ。自らの過去が明らかになるかもしれないのだからな。チッ、もういい、喋りすぎだ。わかった、そうだったな。まったくお前はギアメーカーの話となると機嫌が悪くなっていかん。まあだが人間社会に来てからは食べ物が変わりすぎた。胃薬が欠かせなくなったのは辛いかな。ここはもう切り上げるぞ。どうするつもりだ。ダメ元でもう一件当たってみる。なんだよ、解体作業が進んだろ。今のは違うぞ。それでは大筋で合意できたと考えてよろしいですか。指針を確認しただけだ。何も約束はできない。それで構いません。何せ私は死人です。この世にいない者と契約などできるはずもありませんからね。私がそれを言いやすくするために現アサシン狩猟でもない君が連絡をよこしたと。余計な気遣いでしたか。腹を探るのはよせ。道は作っておく。結果を出したまえ。承知いたしました。なるほど。会談の予定を組む暇もなかったわけですね。ですがあなたはこのイリュリア連王国の第一連王、得意な行動を取れば国民の焦りにもつながります。周囲への気配りも忘れないでください。以後自重いたします。それにしても市民を守るべきオーパスにギア細胞が使われていたとは。確認を怠った私の責任ですね。元老院が秘密裏に行っていたことです。どうかご自分をお責めにならないでください。分かっているとは思いますが、これが公表されれば大衆は心の拠り所を失います。彼らの安らかな夜をどう守りますか。事実を伝えた上でオーパスを破棄し大隊の部隊を再編するべきかと。まったく
あくまで特攻を第一と考えるのですね、あなたは。ですが、それでは民衆の不安は拭えませんよ。お言葉ですが、万一オーパスが人に危害を加えるような事態になれば、夜どころか再び朝を迎えることもできなくなります。私はね、必要な方便も少しは学んだ方がいいと言っているんですよ。それはどうにも不得手でございます。民衆はそんなあなたが好きなのでしょう。そのままのあなたが。わかりました。その役目は私が引き受けます。オーパスは各位に告げ、即座に破棄。ただし公には慈悲なき刑事打倒のため戦力を結集させると公表します。全てが終わったら改めてこの嘘を皆に陳謝しましょう。それでいかがですか。西洋様にそのような役回りをお任せするわけには参りません。もともと私の過ちです。もったいないお言葉。しかしそうですね、強いて見返りを求めるなら、もうじき祝勝会が開かれます。今年はちゃんと出席しなさい。祝勝会ですか。しかしこのような時期に。このような時期だからです。聖戦に勝利した日は人類が新たなる未来を勝ち取った偉大な歴史。今戦火にあるならば、それは戦士たちの鼓舞にもなりうるでしょう。あ、はい。前線に立って剣を振るうばかりが王の仕事ではありませんよ。精進いたします。それでは。だからもしお前が疑わしき人間と出会ったら、こう聞いてみろ。どうしました。いえ、その人類にとって耐え難き苦渋の歴史は、全て人間が自ら招いた結果とも言えます。そのような愚かな存在でも西王様は人間を愛していますか。私は西王ですよ。そのような質問、答えるまでもないのでは。失礼いたします。第三連王様からカイ様に連絡が。お急ぎとのことです。わかりました、すぐに向かいます。今の何だろうね。さあね、できれば祝勝会まではおとなしくしてほしいが、そんなことを聞きに来たのかい。いや、君の役目は敵の排除だろ、ベッドマン。ここに顔を出すのは危険じゃないか。もちろん承知している。だがもっと危険なことがある。ん？先日の戦いで僕はあの男を牢に閉じ込めた。大きな障害に退場してもらったことで、正直チェックメイトだと思っていたよ。だが彼が隠していたジャック王という少女は、おそらくジャスティスの完全適合生態だ。放っておけば確実に僕らの計画の障害となる。あの男、ギアメーカーか。私にとって最も古い敵だ。さすがに確信をついてくるな。感心している場合じゃない。ジャック王とソルバッドガイの合流は阻止するべきだ。うん。その少女の居場所は簡単に特定できないだろう。他の戦力を削った方がいい。ファランクス9を使う。
スイス人。前からバイトを探してたじゃないか。分かったよ。では一応彼らの名簿をもらっておきたい。